はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルということで、今回激戦のドローということで、前向きにこの試合の結果受け止めましょうっちゅう、話でございまして、まあ岡山ね強かったっていうか硬かったっていう表現が、正しいのかなっちゅう感じがします。まあ、新戦力ウラレッツから加入した、ね、早川選手はね、まあ決定機を多分2回ぐらいね演出したんじゃないかというところで、まあやっぱり早川の良さって、まあなんかやっぱドリブラーとかね言われてますけど、ドリブルよりもああいうチャンスメイクとかね、こうゴールの匂いのするところに顔出すね、まあ嗅覚的なところとか、あとは前線からの守備とか、そこら辺がやっぱ特徴の選手なんでね、まあ、うん、なんとなく、ね、早川中選手がどんな選手か、分かっていただけたんじゃないかというところにはなってきますが、さあ、じゃあこの辺振り返りですねやっていきましょう。さあ、僕もあと2週間がジェフ千葉戦ね、トラスタの方へ行かせていただきます。あと2週間かね、YouTube の視聴者さんと、ね、佐世保地元の友人と行ってきますんでね、ちょっと今が楽しみでございますけれども、それまでにねこのね、ドロー地獄からなんとか抜け出してほしいっていうのもねありますけど、さあ、では振り返りですねこちらってところで、試合がドローですね、 0-0 というところで終わっております。先発メンバーとしては長崎、マテウスが復帰、そして山田選手がも、スタメン復帰というところで、復帰とかスタメンというところでございました。で、一応なんか J リーグの公式とかデータサイトの方では、4-3-3 の表記には長崎になっていたんですけども、ただ前半のこう、ね、平均ポジションみたいなダゾーンさんが出される、前半の平均ポジションみたいな、ね、図で言うとなんか秋の山田が横並びみたいな、時間帯が長かったんで、まあどうだろう、監督の中で 4-3-3 だったのかもしれませんけど、もうただ秋の山田がこう横並びに並ぶ時間が長かったというところなんで、一応ねダブルボランチにはしてますが、まあ、4-3-3 と表記することも可能なのかなというところで、まあここは結構流動的にね、やってたイメージがありますというところで、で岡山に関しても一応メンバー変更がありました。でも結論から言うと、長崎は前半でやっぱりね、差し切りたかったですね、1本決め切ることができたかどうかというとこですね。正直ね、1点でも入っていればもう2点3点入っててもおかしくないような展開だったんじゃないかっていうので、よくこれサッカーであるんですよね、1点取るのは相当苦労するけども、その後なんかすぐ2点3点って入るみたいなね、ほんとサッカーって不思議なもんで、1点入ればねこう、プレッシャーから解放される。多分ね特に前半の長崎っていうところは、なんでこんなに攻めてね、攻めて攻めてシュートまでいけてんのに点が入らないんだみたいな、ちょっと焦りみたいな、まあ自分たちとの戦いとかね、プレッシャー感じながらだったんじゃないかっていうところには、なってきますんで、まあ1点入って楽になってれば2点3点入ってた可能性がある前半にはなってきます。でだからまあ前半点取れなかったことが、まあ90分間見たと結果論ですけどもね、中ところかな、まあ、後半ももちろんチャンスはあったんですけども、ただ岡山も後半はねチャンスがあったんで、まあ前半でね1点取れれば勝てただろうし、まあ前半 0-0 と折り返した時点でまあ良くて引き分けかなっちゅう、なんかこう前後半分けて考えたらそんなイメージにはなってきますってところですね。で笠貫選手もなんかこうキックのフィーリングが今日は、合わなかった、今日ちょっと昨日かは合わなかったという、ところにはになってきますんで、ちょっとそこもね、うん、あまりうまくいかなかったっていう一つの要因かもしれませんね。で、そうで前向きに考えるドローの理由っていうのは、もちろんゲーム内容としてもまあ終盤の岡山の早川選手投入後の、流れの変化で考えると、まあ引き分けっていうのもまあうんね妥当っちゃ妥当かなっていうところ、まあ内容的には全然勝ったところですけども、でもそれは岡山も同じでね、全然岡山も長崎も、勝てるポイントあったっていうところで、まあ両者ね、うん、ドローというところで悔しいんじゃないかっていうところで、あと前向きに考える理由ですけどもね、でまあ先にちょっと後からまた言いますけど、パッと一瞬順位表の方を出しておきます。順位表としては一応こんな感じで、長崎はすでにもうトップ5とのゲームは終わっています。まあ清水と終わってます、仙台とも終わっていて、横浜 FC とも終わっていて、山口とも終わっているというところでございまして、でうち、清水に勝って、横浜 FC に勝って、山口に勝ってというところで、もっと下まで言うと岡山にもねドローというところなんで、唯一負けてるのが仙台ですよね。要は今年の J2 のトップ5、まあ6位の岡山で
入れるとですけどもね、長崎以外のトップ5で言うとそこにはね仙台にしか負けていないと、しかも清水、仙台って、清水横浜 FC 中古には勝っていますんで、で山口も勝ってますんで、まあ、実は長崎は上位クラブとの試合はもう結構終わっていて、でそこで負けなかったっていうところは結構重要、あとは下のクラブとの試合で取りこぼしが、ないかどうかというところで、こっからなんか長崎は多分平均順的にはね、下のクラブとの対戦が、続く、まあといっても残り前半戦もね折り返しまで数試合なんでね、また鹿児島とのゲームとかね、下位クラブとのゲームが残っておりますんで、そこでしっかり勝ち点取ることができればねいいんじゃないか、まあ、さっき言ったね今年の J2 の上位クラブとの対戦は、今のところですけどもねすでに、終えていて、でトップ5、まあ、長崎以外の5クラブですよね、だから6位の岡山で見るとそこに負けなかったってところを考えると、じゃあこっからね特別取りこぼしがあるかっていうと、なんかそんなねイメージは今のところはなくて、こっからじゃあ3連覇4連覇もちろん可能性はゼロではないですけども、ただまあ上位のクラブとはね仙台以外には、負けていませんのでね、というところで言うと、まあこの、ね、岡山戦というところ、まあドローで終えた、本当は勝ちたかったもちろんね、本当は勝ちたかったんだけども、ただまあシーズン全体というところ、ここまでの、ゲームというところを考えていけば、まあ、結果としてはね上位クラブとの対戦は、1回仙台に負けただけというところでございますんで、まあ、こうトータルで見たらねこの試合だけじゃなくて、トータルで見れば岡山のドローというところも、まあ本当いろんな意味でね、まあ、前向きに考えることができるんじゃないかと、まあ、個人的にはね、思っておりますけどもね、ちゅうとこですね。で、岡山でもね、本当竹内選手の展開力とかやっぱうまいですね。藤田選手の、ボール回収能力と、そこから縦につけるパスとかもねうまかったんで、やっぱ嫌でしたね。で、岡山だが、早川投入後ですね、シャドウに入りましたね、流れを変えた、っていうところで、まあこれ岡山に加入した時、早川選手が岡山に加入した時の動画でも、話しましたけどもね、早川選手は実は浦和レッズのトレーニングマッチの得点王なんですね。これね、春のキャンプで高校2年生高校3年生の時に、トップチームの練習に合流して、で、そこで、ね、トレーニングマッチの得点王、まあ、高校2年生高校3年生の時の、過去2年間ですね、実は、ね、ユースの時に、ね、トップチームに、ね、すでに練習合流してトレーニングマッチ、春のキャンプですよねの、得点を取るぐらい本当得点感覚に、引き出た選手にはなってきますんで、本当ね美味しいところを知ってる選手というタイプかな、うん、ここにいればねボールが転がってくるんじゃないかとか、どこにいれば自分がこうチャンスメイクすることができるかどうかとか、まあ、得点に直結するプレーを選択できるとか、そこにいることができる選手、いてほしいところにいることができる選手には、なってきますんで、まあ、チャンスメーカーとして、うん、正直あんなにね合流数字でね周りを使うことができるのかっていう感じもしましたし、逆にまあ合流数日だったからこそね、まあ、もっとこう周りを使うプレーよりも自分でシュートを打つみたいな、まあ、もちろんこれシュートってところは自分の技術なんでね、もうね周りうんぬんかんなんじゃなくて、まあ、連携が、うん、不要というかねっていうところなんで、まあ、周りを使う時間がねまだまだこれから必要にはなっていくと思うんですけれども、だからこそね周りを使うっていうところの練習があんまりできなかったら、じゃあ自分でシュート打っちゃえばいいみたいなとかもしませんけれども、そこから流れ変わったんで、まあうん、さすがだなっていう感じはね、しましたね。というところで、まあ、勝ち点差はどっちに転んでもおかしくなかったイメージでございます。まあ、早川今後も頑張ってくれというところですね。で、でところで、順位表確認ですね。こちら、長崎さっきちょろっと出しましたけれどもね、現在、勝ち点30の2と、ただ右の方出してる平均勝ち点は 2.0 のままなんでね、しっかり昇格ってところのボーダーラインには届く、まあ例年の、昇格中ボーダーラインですね、だいたい平均勝ち点2あればね、J1 昇格中ところにはなってきますんで、まあギリギリですけどね、まあ一応 2.0 あるというところでございます。まあまあまあいいペースで勝ち点を積み上げてますし、まあ、さっき言った、ね、もう上位陣とのゲームは終わっております。あとはだから下位クラブとのゲームですよね。ここからね水戸とかね、あとどこだ、水戸鹿児島とかとまだねやっていないというところですし、まあ本当ここからね長崎にとって重要なゲーム、迎えていく、まあジェフチワとかねもういますけども、さ あ, あとちょっとでまあ前半戦も終わるというところで、本当前半終えた時点で平均勝ち点2あればねいいかなという感じがします。まあ平均勝ち点2はなんとかキープしてね前半戦を終えたというところですね。であとはこれで、そうこの試合のドローの結果はねクラブ最多タイの13試合負けなしというところで、次の試合負けなければね、次の試合負けなければクラブ歴代最多のまあ無敗継続というところ14試合、そ
まあ、そういうことで、まあ、仙台戦以降は負けておりませんのでね、この、無敗の新記録達成なるかといったところでしょうかね。はい、てところで今回以上です。以上、パラブンテジェルサッカーチャンネルございました。よかったらチャンネルます。その喜ぶ